今週もまた円安が進んでいます。えー、ドル円のレートは今週、えー、1ドル161円台に乗って、えー、このままの勢いでは下手をすると170円まで届くんじゃないかというふうに、えー、マーケットでは言うようになっています。で、これまでこの円安の話をするときは みんな日米の金利差が原因だというふうに言ってたわけですね。これはまあ理屈としては当然で日本の金利が安くてアメリカの金利が高かったら日本で円を売ってアメリカでドルを買ってアメリカで投資するといういわゆるキャリートレードが起こるというのが原因だと言われたわけですけども今年に入ってから実はそれがちょっと変化してるんですね。この 図をご覧いただくとわかるんですが、これはあの赤いのが日米の金利差で、えー、青いのがドル円のレートなんですけども、去年の末まではこの金利差とドル円のレートっていうのは非常にあのよく一致したよね。極めてパラレルに動いてたんですけども、今年になってから日米の金利差はややこう縮小したんだけども、 円安の方は、というかドル高の方は、こう一方的に進んで160円を超えた。という、今までとは違う傾向を見せてるんですね。で、これはなぜだろうか、ということが問題なんですけども、ちょうど、財務省の神田正人財務官が今年の初めからやっていた、 懇談会の報告書が今日出たんですね。で、あの、神田さんってのは、あの、為替介入で非常に有名になった人ですけども、彼がこの円安の原因をちゃんと分析しないと、介入をいくらやってても、円安は解決しないということで、経済学者を集めて懇談会をやったんですね。 で、まあ、その報告、あの報告書を見ると面白いのはですね、金利のことはあまり書いてないんですね。まあ、あの、貿易赤字の原因として、えー、原発が止まって、えー、化石燃料の輸入が増えたという要因もあるんだけども、この中で面白いのは、この、対外直接投資が激増したということが、この、 円安の最大の原因だというふうに分析してるんですね。この図を見ていただくとわかるんですけども、この左端が2000年で、この右端が今年なんですけども、この赤で書いてるのがこの対外直接投資ですね。まあ日本から海外法人作ったり、海外の会社を買収したりする投資の残高。で、下の青いのが、 えー、国内の民間投資なんですけども、その、対外直接投資が2000年の8.5倍になってるのに、国内の方は1.2倍ぐらいしかなってない。この差の分が、結局、海外に資金が流出したということですね。そのおかげで、要するに、円が売られて外貨が買われるわけだから、円が安くなるということが起こった。 ま、極めて単純なメカニズムで起こったわけですね。しかし、この問題は、こんな、こう、急速な対外直接投資がなぜ起こったのかということなんですよ。で、日本の対外直接投資は昔は少ないと言われたのね。日本の企業のグローバルジーションは足りないと言われたんだけど、あの、黒田日銀の時代になってからもう激増して、黒田さんが総裁になってから2倍になってるわけですね。 で、今やもう世界で最大の日本の対外直接政治はもう絶対額でアメリカを上回って世界最大なんですよ。なんでそういうことが起こったのかと。とこ原因は単純なんですね。要するに、この図で言うと、この青い民間の設備、企業設備と書いてあるのが、まあ、いわば資金事業ですね。その、金融市場で言うとマネーストックに働く。市場に実際に流通するお金。 ですね。で、これはまあ、その企業活動に従って、その資金需要が起こるわけですけど、日銀がいくらお金ばらまいても、企業活動は、あの、増えないわけですから、お金余っちゃうわけですね。その余ったお金は、その日銀東西預金になったりして、それがまあ、大きく、今500兆円超える、もう600兆円近いところまで来てるわけですけども、みんなその日銀東西預金で日銀に返ってくると思ってたんだけど、 実はそれだけじゃないんですね。その企業が国内企業を借りてくんない部分を海外投資に貸してたわけですよ。銀行が。大企業に。で、大企業の方はもうほぼゼロ金利の金を銀行が貸し借りてくれ、借りてくれって言って貸し、もうお金持ってくるから、そのお金でどんどん海外投資をすると。そうすると円がどんどん安くなると。で、黒田さんはね、 その、最初に2013年に、この、両鉄管を始めたときに、その、インフレ目標っていうことを、建前上は言ったんだけども、狙いとしては、その、円安を狙ってたわけですね。円安になれば、昔の常識では、その、輸出はしやすくなって、景気が良くなるというふうに考えたわけだけど、円安になっても、 輸出は増えなかったんですね。むしろ、貿易収支は赤字になったんですよ。その原因が、その原発を止めて、その化石燃料輸入が増えたということが一つの原因だったわけですけど、あの、円安自体はどんどん進んだわけですね。最初、九十円、1ドル90円ぐらいだったのが、120円ぐらいまで一時期になったわけですね。で、じゃあ、 その、円安になったから、その、海外に出てた日本の企業が帰ってくるかと。で、黒田さんは帰ってくるというふうに記者会見でたびたび言ってたんですね。ところ全く帰ってこないわけですよ。むしろどんどん大会直接増えちゃったこれが黒田日銀の最大の間違いだったわけですね。で、これは10年前に、あの、 元日銀の早川秀夫君とかですね、えー、慶応の小畑関君とかと一緒に、えぇ、ー、言論アリーナで話をしたことあるんだけど、円安になっても貿易赤字になって、日本の企業は国内に帰ってこないと。それはなぜかと。それは、あの、企業の会計を見たらわかる通り、 海外で上がってる収益も連結形状利益に計上されますから別に日本に帰ってくる必要ないわけですよ。海外で例えば中国で生産したあるいはまた例えば台湾としましょうか。台湾で生産した製品は台湾から中国とか他の東南アジアとかあるいはアメリカとか世界に売れるわけですね。 あるいは台湾で作ったものは台湾のマーケットで売れるわけでしょ。それをわざわざ工場を日本に戻してくる理由はないわけですよね。だから、日本の市場は高齢化してどんどんこう縮んでるけど、アジアのマーケットは非常に成長してますから、アジアに作った工場で生産したものはアジアで売った方がいいわけですよ。そして、日本にそのお金を持って帰ってくるよりも、 アジアに投資した方がいいわけですよ。で、日本の海外法人の投資はに今もう半分以上海外に再投資してるんですよね。で、しかも、アジアの海外法人で税金も納めちゃうわけですよ。で、例えば台湾なんて、もう法人税率10%ぐらいですからね。その、日本にも、あの、工場持って帰ってきたら、日本は法人税率30%ですからね。 なんだ、わざわざそんな法人税率の高い日本に持って帰ってくる必要はないわけですよね。台湾で生産して、台湾で売って、台湾で再,再投資して、台湾で納税すると。で、連結形状利益としては、ちゃんと企業の利益は上がっていると。ただし、国内に雇用は生まれない。こういうことが起きちゃったわけです。で、これはもう、10年ぐらい前から、まあ、少なくとプも、僕、何人かの経済学者は、 グローバリゼーションの時代には、そんな日銀をいくらお金ばらまいてもダメですよ、ということを言ってたわけだけども、今頃になって、やっと財務省が、やっぱり、そうですね、と。日銀の量的緩は結局、海外に大企業を追い出して産業空洞化を促進しただけに終わったんじゃないかと。 という結論を出したわけですね。で、これはもう、ほぼ間違いのない結論だと思うんですよ。つまり、アベノミクスがやったことは、大企業にゼロ金利のチープマネーをばらまいて、海外投資、まあよく言えばグローバルゼーションを促進したとは言えると思うんですね。しかし、それ、その海外投資は、日本国内の雇用にはな,ならなかったわけですよ。 で、これ一体どうすんのかね円安っていうのは、あの、大企業にとってはいいんだけども、結局それは、その、日本の購買力の低下になるわけですね。難しく言うと、公益条件の悪化ということが起こっちゃってる。だから、この今の状況を是正するためには、為替管理なんかやったってしょうがないわけですよ。要するに、その、 円安の原因になっている海外への資本流出を止めなきゃいけない。そのためには日銀の利上げだけでもこれダメで、もう日本の経済政策をですね、根本的に見直さなきゃいけない。この今段階で言ってるのは例えば体内直接投資をもっと増やせということを言ってますけど、そういうことも含めて、 その、もうアベノミクスの失敗を総括して、で、まあ、この、カノさんの懇段階は、アベノミクスが失敗だったという結論は明確に出したわけですね。これは一歩前進だと思うんですけど、それを、今度は、その、アベノミクスを否定して、新たな経済政策を立案するという仕事がこれから必要になると思います。